こんにちは、ブルーホースです。ということでやってまいりましょうか。ゼルダの伝説、時のオカリナ。あと6くらいだったかな。うん。ね、再開したら、てっきりね、ゾーラの里から始まるのかなと思ったらね、なぜかね、リンクの家まで戻されちゃってましたっていうところだったんで、たまたまね、やり残してたことというか、新たにできるようになったよっていうこともあるんで、そっちの方をね、やっていこうかなと。というのも、こっちからちょっと攻略していって、行くべきものは、ゴロンシティですね。ゴロンシティで、もうゲットできるアイテムがあるのに、ゲットし忘れちゃったと思って、恥ずかしいところがあるんでね、そっちをやっていく。メインストーリーの方にね、届けていこうかなと思っています。で、ゴロンシティに関してはね、こっちの方から行くのがね、近いというか、すぐに、これあれだな。で、やってなかった。いっぱいやられた。やらなきゃいけないことかな。で降りてくると、ここは、あ、これ別にあれか、ちょっとあれじゃない。とりあえず、口癖悪い。しかもね、あれなんだよね、もったいないから取っておこうみたいなことができないんだよね。まあ、アイテムパンパンだから。アイテムがパンパンの時はね、もうね、積極的にアイテムとか買ってってもいいのかなと思って。うん。こいつ。をやらなきゃいけない。いたこれで1分で終わり。 2,3 回やらなきゃいけないから。あーできた。あーもうおしまいか。はい。そうか、確かになんかルーレットだったなこれ。3つ顔があって、ミスったら、なんか怒ってるっぽい顔が出てきたら、なんかもう一回やり直しみたいな。ブブーンとか言って、そっとコロコロなんか途中みたいな感じ。上のこと、チューしてやるぞ。あとね、めっちゃ大きいのがゴロゴロしてるんだけど、あ、ちょ、おめえこの野郎、ドドンゴの洞窟で、なんとかしてやったのに、恩を当たりかして、このことだべ、やられたね。まあ、間に合う。ここで、行っていい。で、これで壊すと、壊すじゃねえよ。止めると、おっしゃー、おめえの勇気を叩いて、よくるごろー。ダダダダー、そこ、大きい。30個打てるなんて結構でかいよね。この2つですね、やり残したことっていうと。はい。で、あっ。は、今はいけないんだね。ちょっと無駄なところばっかりかな。どこだかな。あんま覚えてないんだけど。じゃあ、そしたら、あれだね。ゾーラの里のところまで一旦カット。あ、うん。じゃあ、ゾーラの里を向かっていきまーす。で戻ってまいりました。ゾーラの里です。というわけでね、まずやるべきことは一つね、で、しかもどの可愛いルトワーとかってなんかな、ちょっと嘆いてるおっさんがいるんだけど、まあそのおっさんに関してはね、あんまりね、かわいそうなんですけど、この可愛いルトワーよ、一体どこへ行ったぞらーっつってね、放心状態なんで、仕方ないから、ちょっと別の人がね、まず遊んであげようか。はい。ということで、お兄さん、あそこ。ですよ、やる。下だな。だね。ほら、バラマクティーを時間内に全て拾えるかな。全部拾えたら、これでいいものやるぜ。まあ、ちなみにこれ全部拾うことができたら、あとね。まあこれあれだね、ゾーラ族は普通に泳ぐことができるから、人間を試してる感があるよね。あ、ちょっと食べたれてる。潜って。あ、おー、おめでとう、今、あれだけど、全部いつの間にか、ごめん、俺自身がそれを覚えてなかったというね、事実。これも後で使うの。あ、じゃあまずは戻りましょうか。ゼルダのデータをね、さっきからやってね、ちょっとね、ミスってしまいそうになるのは何かっていうと、
ピアキンとかもそうだけどさ、あの最近のゲームってさ、右スティックとかってさ、カメラの位置を移動できるじゃないですか。それをね、やろうとしてね、こうアイテム出しちゃったりとかっていうのさ、爆弾出したりとかめっちゃしてさ、ほら、なんか2個減ってんじゃんとか比べて、他場面なかったりする。なかなかいいもん、ね、こいつを受け取ってくれ、こいつは俺たちの、これさ、あれ、もっと熱いと思ってるって、6秒だけな。6秒しか潜れない。10秒で振り込んでみたり。え、じゃあ、やんないよ、やんないよ。お、うるせえな。いやもう20分くらい別にいいや。そうだ、 E もこれ A になっちゃうってやつなんだよな。おい、どこに行くんだ。言われたら気がするけど、うん、ちょっとね、どうしよう、そんな暇はないです。私は今からお姫様を助けに行かなければ、言いながら、てるてるてるてて、何があるか、何か、こっち行って、でもこのタイムを行かなきゃいけない。取り放題、なんか、一個も取れなかったから、普通にディスられるみたいなのが多分大丈夫じゃない。で、てるてるてるてん。ウィンウィンシュワンズワンズワン。言い訳しましょう。危ないでね。てる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 。体に10秒かかった。何だったこれ。くる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 、優しい仕様だね。ピリッピリッピリッ、残念でした。もっと練習しておいて。いやー、なんかあー、なんかすごいいい胸筋してますね、お兄さん。私と喋らないとか、あれ僕らこれからいずれともどうだぞ。あいらローキー死者なんだよ、そうディスられてる。おめえなんかそんなわけねえよーって、潜れないんですよね。ワン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 、えい、うん、なんか沈んでるーっていうわけでね、入ってみましょうか。あそこにね、なんか格子があるけど、あれを取ると一体どうなるか。上がります。それとって、あ、何かに入れて、もうなんか入っている。そうなんですね、使わなきゃいけないんですね。ということで、ここは特に、このまま別にいくか。あまり使う場面がないというか、やる必要もないんだけど、まあ、一応目指すとか。ほら、ネズミ隠し、ボヌール、一度聞いておくことは絶対忘れてる。ベイビー、ベイビー。おお、浮かれてたよ、そいつなんか浮き見ろ、ベイビー。それ結構覚えられないです、ベイビー。なぜかは言えない、オーマイが高すぎるから。じゃあ、まずまずやな。まあ一応覚えておくぜ。一応しか覚えられないわけじゃないか、この辺しとくぜ。一応しか覚えられない。いいよ。おいら、せすらいの、いい曲だよ、心に残ったぞ。曲できたらまた聴かせろよ。あれ、これなんかあれなのかな。さあ、なんかあったっけ。なんかただただバカにされるだけの回だったみたいな。で、こっちで、水曜博士は何かあるんだろうって。大人の世界、大人の世界になってからから、確かにパフの歌を捉えるやつがあったんだけど、なんかちょっと待って、ごっつい袋こっちめっちゃ睨んどった。おぬし、早くこっちへ来ぬかみたいな感じで。わしは入りやこの水と変なものを混ぜて薬を作る勉強しろ。そちらのばあさんもわしの弟子みたいなもんじゃ。ほっ、アイコンを消したりとかできないのかな。嫁候補。
し、じゃあ行きましょうか。買わないな、なんかちょっとじゃああっちで待ってるごっついのがおるから待っといてあげるか。あ、ここでここにおまめちゃん入れとこうか。これこのおまめちゃん植えたらストこうで生えてくる、優しい。完全に体の向きこっち向けてんだもんな。こいつ何だったっけ、覚えてないな。すごい浮いてるよな、何に乗ってくるの。食べましょう。どうしたのかな、こんなところまで来るなんて。たまにはアイテムモードでマップ画面を見るのじゃぞ。ブルーホース、ここは豊かな水に満ちた美しい湖じゃ。この湖のここには水、もう珍しいんだ、言っちゃうんだ。ここを守るのはゾーラの一族、遥か北東のゾーラ川に住む水の一族だ。ハイラローの一族だけがゾーラの里へ行けるというがな。ほほほほ、私はお城まで戻るところだ。一緒に来るのは私に捕まりなさい。その前に、落ちます。全然持ってってくれる気ないじゃん。いた、危ない危ない。ああ、おーおーおーおお、なんか仲間の攻撃によって殺されちゃってかわいそう。お前で、どうしようかな。あ、パチンコでいいか。で、君は何を作るか。はい、ピッタピー、おびりでくのみよ、ルッピー、いらないピー、今ら帰るピー、帰るピー。で、ピッタピー、おびりでくの種、ウルッピー、30個40ルピーだピー、いるピー、いらないピー、帰るピー、get away! Go home! 爆弾。あー、全部いらないよ。ここ外れられたら、誰のためにやったんだよ。え、ちょっと、でもさ、なんだっけ、ゼルダ、え、帰るっていうのは、どこに帰る？私に捕まります。はい、捕まります。おー、飛びます？待って、でもこれまたドーラ川にも、ドーラの里に戻るのがちょっと面倒くさくなるだけじゃないか。これもしかして、まさかだけど。もしかしてだけど、もしかしてだけど、俺ってここから突き落とされるんじゃないの。ここに来る、本当にお城に帰ってくるだけど。ここって入ったっけ、入った記憶もある。思いっきり入ってた。ドロー、あおー。からじゃあゾーラの里から行かずにこっちから行ってみるか。こっちから行けたっけ、行けなかったとしたら行けねえな、多分な、行けない気がしてきたな。あれでもこっちの方なんかあれだね。あ、ピーハットピーハット、あーいやいおバカさん、ピーハットめっちゃうまってる。こっちの方とかあんまり来ることないもんね。あ、なんか岩で破壊できたの。ね、全然メインストーリーをクリアしようとしてないでしょ。理由としてはね、もう今回の嫁候補をね、サムネのポジションで取ることができたから、次回からでいいかなと思って。あれ、ちょっと待っていい？あ、ちょ、なんでやねん、なんでやねん。いい？こいつはどうだ？中身何が入ってる？はは、妖精ちゃんね。妖精ちゃんか。どうしよう。こいつと変えとくか。こうと、こうで。この一杯のために生きてんだなぁ、うげ。うわぁ。もう一丁この一杯のために生きてんだよな、ティー。うへぃ。皆さんはお風呂上がりコーヒー派ですか、コーヒー牛乳派ですか、それともフルーツ牛乳派ですか。私はフルーツ牛乳でもコーヒー牛乳でもなく、間違えた。ごめん、普通にコーヒー牛乳です。コーヒー牛乳の。オッケー。ということで、捕まえることができるようになったんで、へぃ。あ、まず自分のこと返す。ありがとう。ドゥルドゥルドゥ。このね、64のね、妖精はマジで最強やからな。ということで、ほい。これいくのかな？まあ、こっちでいいか。よし。こっち。さあ、じゃあ戻っていって、塩、ブーン、ブーン。うわぁ。よくやってくれたな。この形ぐらい見放さずよく見つかーって思った。めっちゃついてくるー。ちょ、やばい、こちら、やばい、こちら危ねえな。沈んでろ。おー、なんか違うのが入ってきた。
おめえじゃねえよ、お呼びでねえよ。確かびっくりしたわ、今。なんでおめえなんだと思った、今。じゃあ、どうしたらいいかな、こっちの方に。まあ、とりあえず、ゾーラの里じゃねえや、あ、やった。ハート。ハート来るな。へぇー、入った。ピンピン。たまに、あたり。なら、かわいい。ということで、ゾーラ、あ、じゃあ、こっち出るのかな。あれゾーラ、どこだ、え、あー。すごい勢いで沈んでた。え、おう、またいるぞ、あいつ。あいつ、どこにでもいるな。喋りかけられるのかな、暇なのかな、あいつ。ちょっと待って、すげえ飛んできてる。なんで、あ、あ、痛い痛い。ブルーフォース、ちょっとお待ち。ほほー。待ってよ。この道をずっと南に進むと、豊かなる湖を蓄えた廃リアプにたどり着く、西に住むゲルドの民、そのまま盗賊団の味と統一しておる。え、行くか、お前の自由じゃがの。ほほほほ。いや、いいっす。どんなに辛くても、プリプリじゃないよ。ほほほ。もう、さっき入り箱であったよね。なんで案内されたの？よし。じゃあ、ピーハット、ピーハット。ピーハット、ピーハット。ピーハット、ピーハット。次、ついてみる。あ、すごい。影が。あれ、なんか、下がってるな。ここ進んだら早いな。あ、ちょ、待って。子供を生み出してやがる、あいつら。あいつらじゃねえ、あいつしかいねえんだよ。子供を見出して自分はめんどくせえからって。お、あ、いけない。ああ、いけない、いけない、ね。逃げなくしか。あいつ、なんかすげえ回ってんだよな。また喋りかけられるんだな。月が入りゃ、神の恵みの水に満ちておる。ああ、はいはい。先生、一応、あいつらと相手も絶対ある。おお、もう一度話を聞きたい。だからね、神全部チュートリアルなんだよな。そもそもなんでリンクに対してこう、ね、そんなアドバイスやら、なんか、こう、関わったりとかしてくれるのかっていうのが、一体、確かに正体が不明なままずっとただただ喋りかけてくるからね。こいつって何なの？ 7 年後にはね、各国のいいおじいさんに変わってるから、ただしてっぺん。終わります。じゃあ行くか。踊るか。こっちに関してあれよ、一人で、なんだっけ、ただいま夜中の1時半です。あまりに比べて。ここなんて来ることができたんで、よいしょー。ここ確かなんか爆弾で壊せるところかなかったんで、全然間違えた。この辺りかな。あれか、柵と柵の間らへんか。覚えてないから、こう。で、ゾーラの里に戻って、おげ、おお、ちょ、あれ、はい、こんにちは、ブルーコースです。今回は初めて、メディア湖畔にやってまいりました。ということで、早速なんですけれども、この辺りで、ね、うろちょろしてみたいと思います。あ、そうだな。あ、なんかも初めて、地上から来ないと、それは認められませんみたいな、そういう、なんか、ネタ的な、じゃないですか。ゲームはい。で、あ、すっごい。タララク、フラミンゴ。釣り堀したいんですけどね。釣り堀するあれもないんでね。しょうもないんでね。ということで、早速、ヒロ戻ってまいります。あ、ちょっと潜らんで。まあまずはおっと、皆さんを探しましょう。ほい。いや、完全に大人のお店じゃねえか、ここ。子供で使えのほとんどなかった。よし。じゃあ、こんな感じで、ああ、ちょっと。このね、あれ、なんでこのところでテクノボが出てくるんだろうっていうのは、さっき私がお店した通りだったんですけど。で、なんか、俺って言ったら、僕って言ったら、私って言ったら。めちゃくちゃになってるから、ちょっとお前は一体 何人やねん、何人とか何者なんやねん。テレ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 テテン。おお、その手紙や、ウト姫の手紙ぞ。ウト姫はジャブジャブ様のお腹の中だな。こんなバカなぞら。我らの守り神ジャブジャブ様が今日の可愛いウト姫を食べたりするはずはないずら。
だがあのガロンドロフとかいいやつが来てからジャブジャブ様は変だぞら。よし、今日信じてジャブジャブ様へ祭壇へ続く道へ通してやろう。この手紙、余が預かるぞら。入っていた瓶はこっちにやるからありがたく受け取るぞら。早く世の可愛いルケミを見つけ出してきてくれ、ずら。早く見つけてほしい。早く口を開けるずら。ということでね、まあどんな風にね、進んでいくか。初めてかな、ダンジョンに絡まなかった。いや、そんなことはないんだ。とかないはず。初めのパートもね、ダンジョンに変わってない。まあ一応ゼルダ城じゃない、ハイラル城がダンジョンになっていったら、ダンジョン。ね、ほんとに進んでいくので、でもこのまま行ってもね、残念ながらね、あの焦げって終わるだけなんで、うん、必要なアイテムね、行きたいと思います。えい、ピリ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 ピチピチ、おいしそう、おいしそう。でも真ん中もなんかあったんだけど、これ確かあれだよな、爆弾でも、たぶん、10ってなんか終わるだけだ。ここなんか出る。あーっと。俺も普通だ。キングゾーラ様を尊敬している。王たちの復刻があるよ。うん。キングゾーラ様に、お一人だけ姫がいらっしゃる。っていう、あの、特別様。特別様。手に親がお天場で、王の悩みが足るな。みたいな、キングゾーラ様。王家の部屋に来いよ。そんなキングゾーラの、王子は誰なんだ。川の源流にはゾーラの泉がある。この泉にはジャブジャブ様が住んでいる。ジャブジャブ様はゾーラの神、朝晩の食事の仕方からルク姫様の神。おい。まあ確かにそのジャブジャブ様は大事な存在なのかもしれないけどさ、失礼ながらそういう拝殿に関するやつをさ、一国の姫にやらせるってどうよって思う。大きなね、一族の姫様は、まあ、国じゃないからいいのかな。ということで、こっちに進んで、ずんずんずんと。とか、ちょっといいのがある。あれ撃ち落としたらなんか出てくる。発射。発射。ああ、どうやらあれはあれですね。キングゾーラののどちんこだったんですね。蹴られるために一歩、ウェイ、ブリブリブリ。何するぞらっつって。ほら、このジャブジャブ様って7年後どうなったんだろうな。ガノンドロフにあれかな、焼き魚にして食われたとかそういうあれなのかな。こっちって今行っても大丈夫、行けるずら。ここ潜っても今のところね、何もないからあれずら。潜って持ってて潜れない。そんな岩あったっけ。大きい岩。ちなみにこっちにさ、大人の世界になったらさ、あるずらじゃん。後のこちらがその時はまだないぞ。あとあれだ、最後にジャブジャブ様がうんちでハートのかけらを落として、で焼き魚にされてどっか行っちゃったっていう、そういうオチなんだな。これあれか、まだないぞ。あー、普通に開いてもめっちゃでっかーな開いたな。ものすごいゴリッゴリに削れてったな。よし、ということでじゃあこれを今から大事ですからね。小学生、中学生の時に遊んでて一回も使ったことがない。あーもう、なんなんだよ。よし。やったらね。いや、こんな調子で子供時代やっててさ、大人時代になったのにさ、ゲーム難易度が格段にさ、ボーンって上がるから、果たしてできんのかっていうね、一物の不安はめちゃめちゃあるよね。ここで、さあ、またやってまいりました、ロケットおっぱい。見えてんだよ、おまた。おまたもちょっと見えまくってんだよな。どうドヤ顔。ロックスブルーボス、私は魔法の大妖精。あなたに魔法のアイテム授けてあげる。さあ、受け取って。夢中。最後にルーをつけるとね、ルージュラの一個進化前なんだよ。夢中ル、ルージュラ、ラプラス、ストライク、ヌギラマ、アルマイチ、ワット。これ、使い方わかんないんだな。ワープの魔法、使えばその後脱出だ。ワープする先はポイントは一度使ってセットする。もう一度使うとか。ああ、だからダンジョンのあれかな。ダンジョンの頭とかにつけてたらいいのかな。それはダンジョンでしか使えないの。
当に疲れたって言ってもいらっしゃい。あれだな、やっぱ威厳のある人は笑い方がであれだね、威嚇していくスタイルなんだな。じゃあ行きましょう。それであのあれちょっと待って、ゼルダのさ鏡っていつまで持ち続けるべきなんだろう、わかんない。泳いでいきましょう。魚いっぱいあるな。釣り堀もやりてえな。なんかどこかでこう雑談会みたいな、要はなんか例えばパート 10.5 とかそんな感じの時にさ、ジャブジャブ様のお腹クリアしたら一回釣り堀でもなんかのんびりやるか。よし、ということでお魚どうぞ。食べる？そんな料理いいの？このでっかいあれにね、これあれなのかな、増殖されてんのかな。その恨みだーっつって、うわーやばい、されるー、いってみたー。ということでジャブジャブ様のお腹潜入大成功というところなんですけれども、一旦ね、こちらで終了とさせていただきたいと思います。次回パートでね、ジャブジャブ様のお腹攻略やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタンを押して次回パートもお楽しみいただけたらと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴どうもありがとうございました。またね、バイバイ。